リコさん、誕生日おめでとうの動画ありがとうございます。うちのヤマト君、本日でね、1年になりました。ありがとうございます。私はね、今48歳です。48歳にして子供を初めて持つ、これは皆さんから比べるとかなり遅れたような気がします。私はね、20代30代とお金もなくって結婚も考えられなかったです。完全なロスジェネ世代でございます。40を過ぎて出会いがあり、奇跡のようにですね、20代の私好みの女の子がご縁を下すって今に至ります。もうそれから私はね、もう自分の身を清めるように毎日生きてきたつもりなんですけども、まだまだ修行は続くと思いますね。で、大和くんなんですけども、私がね、年を重ねたばっかりに、これ多くの男性に聞いてもらいたいんですけども、私はね、年を取ったばっかりにね、男性不妊の恐れがあるということで、すぐに私はブライダルチェックを受けて自分の体質改善に努めました。2年かかりましたね。2年かかって自分の体の中の毒素を抜いて、それから体を作りながら、栄養のある食品を取りながら、サプリメント毎月5万円使いながらですね、それから不妊手術に向かったわけですよ。で、不妊治療っていうのは、男の頑張りもいるんですけども、で、奥さんのね、ものすごくね、献身的な活動と理解ある愛あるね、日々の過ごし方によって成り立っていると思います。本当にね、なんかね、結婚すると、なんか自由がなくなるとかね、相手のことを考えないといけないっていうふうに負担に感じる人もいると思いますけども、私はね、生きていくすべて、毎日の活動すべてがね、喜びだと思ってました。大好きな人のために家をきれいにする、大好きな人のためにおいしいものを作る、大好きな人のために何かやらせていただく、これ全部ね、もうストレスなんてものではなくて大喜びでやらせてもらいました。ですんでね、子供を授かった時っていうのはさらに感動しましたし、なんかね、自分なりに何かをできたんじゃないかなと思います。で、確かに私は48歳でやっと子供ということでね、子供が小学校6年生の時にはもうね、還暦ですよ。本当にそんなことも覚悟していますし、私以上にね、奥さんの方が私の年齢に対して不満があるんじゃないかなっていうところもあったりとかするんですけども、そんなことを感じさせないようにね、毎日明るく楽しく元気よく、ズバッとね、突き抜けて生きていこうと思いますし、そして何よりもね、いっこさん、それから山根さんはじめね、こうやって動画を送ってくださったりとか、Facebook にコメントくださったりとか、本当に私とね、今まで縁があった方がね、毎日のように私たち家族のこととか、奥さんのことや子供のね、大和くんのことを応援してくださるっていうかね、温かく見守っていただけるっていうことで、私はね、本当に感謝してもしきれない思いがします。で、不妊治療のことですとか、それから大和くん大きかったんでね、帝王切開になっちゃったんですけども、そのこととかね、全てが貴重な思い出です。私はこう思ってるんですよ。科学によって私は命を授かったと思ってます。大和くんの命はね、10年前とか多分今のレベルで不妊治療ができてなかったり、帝王切開の技術がどうかってもわかんないですけどね、多分テクノロジーがこの令和元年のものだったからこそ、安全に多くの看護師さんをはじめね、多くの方のスタッフさんの手を借りて生まれたんだろうなと思うんですよ。で、今年はね、例の感染症がありましたけども、これがね、私の出産とかが今年だったらまた状況変わったと思うんですよ。で、おかげさまで感染症の彼女もない時期にギリギリで、生まれたといいますかね、去年の11月ですから。で、去年の11月、実は私、武漢熱のこと、今回の感染症のことも、中国の YouTuber さんからね、お話しいただいたりとか、中国の塾生さんから厳しく連絡はいただいてたんですけども、でもその懸念を、ギリギリセーフみたいな感じでね、大和くん生まれてくれて、で、今、安全にね、健康に1年経ちました。ちょっと話が長くなっちゃったんですけども、溢れる思いがたくさんあるんですよ。だからこそ、ゆきこさんのね、明るい笑顔のバースデーメッセージが心に染みます。で、デラックスさんっていう方も同じ誕生日なんですよね。なんかこういうご縁も嬉しいですね。ということでね、溢れる思いを語らせていただきました。ゆきこさん、ありがとうございます。そしてこの動画をご覧になった皆様も、少なからずね、もしかしたら私の大和くん、48歳にして生まれた1歳の息子に対してね、思いを持ってくださったのだろうなと思います。全てにおいて感謝でございます。本当に素晴らしい、ホワッタオワンダフルワールドですね。ちなみにね、インターナショナルスクールに再来月から入学させることにしました。
全て英語で賄われるそうです。ちょっと高いですけどね、私のね大学費用より高いというねだからね、大和くんの成人までの費用が 4,000〜5,000万かかりそうですね、今から考えると。これはね新たに作んないといけないんで、ちょっといろいろ頑張っていこうかなと思ってるところでございます。いろいろと悩ましいことも多いですけどね。はい、それではね本日もありがとうございました。本当に改めてありがとうございます。